これで大丈夫？来ました？マイク。失礼しました。マイクがオンになかった。あ、マイクね、オンになってたんですけども、マイク、これで反応してますね。はい。ということで、失礼しました。それでは、やっと気づかせていただきましたので、改めて、ごめんなさい。303からですね、声が来てないということでしたので、こちらを読ませていただきたいと思います。では、303、改めまして。こちらのカード、引かせていただきます。はい。新たな音声入りの新しい、もう一回、鳥の岩くす船の神のメッセージを読んでいきたいと思います。はい、違うバージョンでね、お伝えしたいと思います。鳥の岩すく、いら、44ページの、鳥の岩くす船の神のメッセージ。あなた方は皆旅人です。旅はいつも見知らぬ世界を見せてくれ、新しい出会いをもたらします。私は空を自由に駆ける船。あなたを新しい世界、思いをかけない場所へと運びましょう。新しい世界を知りたいなら私を呼びなさい。テーマはユニークさ、時空を超える発想の転換です。神社は東京都隅田川神社、千葉県の神崎神社などに祀られています。ではカードのメッセージ、読んでいきます。鳥の岩くす船の神はまたの名を天の鳥船といって、神様を運ぶ時空を渡る船でもあるということはとてもユニークな存在です。竹見和地の神を、高間ヶ原から人間界へ運んだのもこの神様です。雷の神様ですね。このカードはあなたが新しい次元へとジャンプする時が来ていると告げています。今までやってきたことが新しいレベルに入っていくのです。鳥の岩くす船の神はエネルギーフィールドを滑らかに進んでいきます。その流れに乗って別の次元へワープする、空かける船です。同じことを続けていると時にはエネルギーの流れが停滞してしまいます。そんな時には鳥の岩くす船の神に祈り、新しいエネルギーの流れを吹き込んでもらいましょう。発想の転換がキーワードです。鳥の岩くす船の神のエネルギーは、あなたのユニークさをサポートします。発想が変われば、エネルギーもまた変化します。鳥の岩くす船の神は、あなた自身がエネルギーの場や流れを作り出すことができるのだ、ということも教えてくれます。風や水の流れに任せながらも、舵を取るのはあなたです。鳥の岩くす船とあなたとのコラボレーションで新しい世界へと飛びましょう。自由にあなたのマインドを宇宙に飛ばし、ユニークな発想を下ろしていきましょう。未知なる世界は新しい視点をもたらしてくれます。夜眠る前にあなたが求める答えを意図して眠りについてください。夢はインスピレーションの宝庫です。船や飛行機の旅を計画してみませんか？知らない場所に行くことがあなたの波動に変化をもたらし活性化します。また全く違う分野の人と出会うチャンスを作りましょう。思いもかけないインスピレーションが湧くでしょう。ということで、新たにスタートした鳥の岩くす船の神のメッセージ伝えさせていただきました。ありがとうございました。これね、海外に行くといいですよね。本当旅っていうのは本当に新しい出会いと発見をもたらしてくれます。今度ね、アメリカ、アダムスさんで未知との遭遇果たしてきますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、3033の次はたまちゃんさんです。たまちゃんさんにはこちらのカードいきたいと思います。今度はね、たまちゃんさん聞いてください。パッ、これが出ました。ピッパ24。こちらは、リミットレス。リミットレスというのがね、出ました。もう際限なくね、どんどん広がっていきますね。24は、
リミットレス、制限などなく、自由な世界が広がっている。心のままに行きたい場所へ飛んでいく鳥のイメージ、解放です。まあ、今回テーマが全部こうつながってますね。面白いですね。24のキーワードは、好きを極める。趣味、リミットレス、自由、飛翔、自分の世界を生きる。そして天使とサポートです。あなたが小さな頃、好きだったことは何ですか？得意だったことは何ですか？思い出してみてください。大人になるとしなきゃいけないことに振り回されてしまいますが、本当はこの世はあなたがしたかったことを想像するための遊び場です。今あなたがしていることが使命感や義務感、救済心でやっているものであれば、一度立ち止まって目を閉じて、私はこの世に何しに来たの？と自分に聞いてみてください。その答えが出たら迷わずあなたのやりたいことをこの人生で想像していきましょう。自分の制限や限界を作ったのはあなた自身です。あなたの好きな探求をし、もっと自由に、もっと自分らしく、今を生きてください。ミラクルアファメーション。私はリミットレス。私は何でも想像することができる。すべて制限なく、自分の好きなように生きていってください。はい。たまちゃんさんへのメッセージ、読み終わりました。そして最後は白い鳩さんです。白い鳩さんには、最後はこちらの信託カードでいきたいと思います。では、いきますよ。白い鳩さん。はい。こちらのカードが出ました。弁天様です。弁財天、みんな豊かにね、財も才能も豊かに花開きましょう。では、こちらのカードのメッセージ、読んでいきます。白い鳩さん、聞いてください。弁財天。弁財天は18ページ。では、聞いてください。私はあなたをあなた自身の究極の美しさとつなぎましょう。創造性は純粋なエネルギー、美そのものです。あなたを源とする創造のパワーは水のごとく豊かにあふれ、流れ広がって生命や大地を潤します。それは人と人、自然と物を結んでつなぎ、縁という美しく豊かな織物を紡ぐのです。縁を大切に、縁を信じなさい。豊かさがやってきます。テーマは財運、創造性、永遠の美、義芸です。場所は広島県宮島、神奈川県江ノ島、滋賀県、竹部島、神奈川県鎌倉市、銭洗弁天などです。豊かさのエネルギーが今あなたの扉をノックしています。精神的な豊かさ、物質的な豊かさについて、今一度思いを巡らせてください。あなたは神様の分け御霊です。分け御霊であるあなたが、真心から求めるなら、豊かさはあなたの元へと流れてくるでしょう。弁天様はあなたの無限の創造性の扉を開きます。弁天様、どうぞいらしてください。と、あなたの元へ招いてください。そして心を沈めて感じてみましょう。あなた自身の純粋な本質そのもの。それは喜びや感謝のエネルギーに最も近い波長です。その純粋なエネルギーこそあなたの究極の美しさであり永遠です。そのエネルギーをこの世界へ解き放ってください。それは必ずあなたの心の底から望むものを伴ってあなたの元へと帰ってくることでしょう。心を豊かにする人間関係や望む仕事へとつながる出会い、実際のものへと形を変えて帰ってくるのです。財運は財やお金に抵抗のない豊かさが大好きな人のところへと流れてきます。お金の流れが滞っているならば、お金というエネルギーを自分が本当はどう捉えているのかを見直しましょう。お金はスピリチュアルなエネルギーです。それをどう使うのかが問題です。
このカードを手にした人は、今創造性のエネルギーが表現を従っていることを知りましょう。どんな形でも構いません。クリエイティブなことをやってみましょう。家事も創造性を発揮する素晴らしい分野です。技芸に磨きをかけるのも弁天様のエネルギーとつながる良い方法です。近々弁天様にお参りしてください。銭洗水が、あれば、お金を洗うときに、ザンザラザラメルザンザラザン、ザンザラザラメルザンザラザン、ザンザラザラメルザンザラザンとマントラを唱えると、財運をぐっと引き寄せることができます。お参りをしたら、弁天様ご自身がますます栄えるようにとお祈りを忘れずに、またあなたにとって豊かさを思い出させる香りを選び、その香りを思い切り楽しみながら、すでに財を手にしている自分を思い描いてください。いいですね。もうお金がもう手に余るぐらい。ザンザラザラメル、ザンザラザン。ザンザラザラメル、ザンザラザン。ザンザラザラメル、ザンザラザン。っていう感じですね。そして、この音。このね、クリスタルボールを撫でる撫で方これを極めて、そうすると音を極めることが起きてくる。そして今回ね、伊勢に参らせていただきまして、その時にですね、この音叉で音を示しながら歌わせていただきました。歌を極めていきたいと思います。赤花は生き日に見ゆくふぬむえけ。という感じでね、その瞬間瞬間に降りてくるこの今を、歌にして表現していく。弁財天の神様、ありがとうございました。そしてね、この3度にわたって長時間こうやってね、分けて放送させていただいたこのタイミングの妙にも感謝したいと思います。そして長時間付き合っていただいた皆様に本当に心から感謝申し上げます。チャットの方ね、今ね、確認させていただいてます。白い鳩さん、ワクワクという感じでね、このカード、聞いていただいてありがとうございます。はい。ということで、ゲスト303さん、節子さん、ちょうど最近考えていたことにシンクロしました。新たな旅立ちがあるかもしれませんね。カードありがとうございましたというメッセージ、ありがとうございます。嬉しいです。そしてたまちゃんさん、節子さん、自由に制限なくですね。メッセージありがとうございます。長時間の放送ありがとうございましたというメッセージ、ありがとうございます。嬉しいです。そして白い鳩さん、嬉しい。ザンザラザラメルザンザラザン、ありがとうございますというメッセージ、本当にありがとうございました。こうしてね、放送してきましたけども、なんと3回にわたって、もうすぐ11時になります。いい時を過ごさせていただきました。そして、
今こうやって生かしていただけてる、奇跡に感謝しながら、そろそろね、こちらの放送を終わらせていただきたいと思います。今日は、この後午後から、息子のね、面談があります。この先、どんな人生を息子が歩んでくれるのか先生と相談しながら、見えない愛をね送っていきたいと思います。そして育まれていく命の、不思議さ、そして素晴らしさに、本当に感謝をしながら、光の世界からやってきた仲間たちと共にこの世を、より、ますます面白くね紡いでいきたいと思いますので、また、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。みんなの広場の方では今週はね、金土と、合宿をさせていただきます。群馬のね天国のような場所で、リトリート合宿をしますので、またみんなの広場の方のねホームページの方から、ぜひ皆さん、アクセスをしていただきまして、今ねこちらで、送らせていただきますので、 http、www.みなのひろば .com ということで、どうぞ、よろしくお願いいたします。大丈夫かな、これで大丈夫ね、きっと飛べると思います。飛びます飛びますということでね、みんなで鳥年ですので飛んでいきたいと思います。そしてケイソの力もね、ぜひあなたのお役立てということで、お役立てていただき、楽しい楽しい人生を紡いでいきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。じゃあ最後のね歌を歌っておしまいにしたいと思います。今日は5次元に上がる感じで1、2、3、4、5番目、そしてこのハートのチャクラを半を上げて、ハート開いてゲートは都庁長でいきたいと思います。ということで、皆様どうもありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。